け。なんか実物の方が可愛いし。今から行くお店はハワイアンスイーツショップです。一人ですね。はい、現金使いませんか？大丈夫です。あ、じゃあお願いします。はい、野菜入ってました。これがメニューです。裏が英字になってる。ありがたい。読めないけど。リングのソースだけになるんですよ。あとは今もう全部単品の値段になってしまいまして。ああ、全然大丈夫です。はい、じゃあアボカドトーストを一つと、はい、あとアイスコーヒー。トイレが止まりました。はい、お願いします。お茶でしても大丈夫ですか？あ、大丈夫です。はい、ございます。あそこが梅田の阪急百貨店です。これが人気のサンドイッチです。これも人気のコールドプレスジュースです。これ目の前がローズ園です。失礼いたしました。アボカドトーストをかけていただきますね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。来ました、アボカドトーストです。めっちゃ具沢山にアボカドが乗ってて、この上に乗ってるのは黒胡椒と、あと何やろ。いただきます。わかったわかった、これ上に乗ってるの豆腐です。オリーブオイルで漬けた豆腐です。このお店はハワイアンスイーツショップなんですけども、日本のデパートで青果店を営んでいる会社が運営されているんですね。なので野菜やスイーツを頼まれるのがベストです。あ、ごちそうさまです。ちなみにここのロケーションなんですけど、京阪電鉄とつながっているので、出町柳伏見なりにはここから1本で行けます。非常に便利な場所です。
目の前に見えているのが堂島エリアです。ああ、めっちゃ鳴いてる。聞こえますか、このセミの鳴き声。うわ、飛んでる。もう少ししたら子たちの死骸が地面を埋め尽くすんですよ。この道路が御堂筋です。南北に走ってるんですけども、今ご覧いただいているのが北側で、こちら側まっすぐ行くと大阪駅、あと阪急百貨店、阪神百貨店っていうデパートにつながります。で、こちら側が南側で、ずっと行くと心斎橋難波駅につながります。今大阪の地下鉄は2025年の万博に向けて改装中です。この淀屋橋駅もどんどん新しくなってきます。梅田は地下通路が発達しているので、この暑い夏場は皆さん地下を利用します。でも僕は地上を利用します。ここが梅田です。この大きい建物が阪急百貨店デパートです。おそらく来館客数は日本一。そしてあそこに見えるのは淀橋カメラ梅田店です。あ、スーパーハクト、鳥取砂丘につながっている電車です。で、この大きい屋根が大阪駅で、こちらに見えるビルも百貨店大丸です。この13階に任天堂ショップ、ポケモンストア、ワンピースショップ、あとカプコン、それらが入っています。で、またこちらに新しくできた大きなオフィスビル含めた複合施設が阪神百貨店、こちらもデパートです。こちらは食のデパートとして有名で、美味しい食べ物を食べたいときはこちらをお勧めします。で、この道が先ほどご紹介した御堂筋です。ここを南下すると先ほどの橋、あとは心斎橋難波につながります。この電車の前から今から皆さんに日本最新の改札をご紹介します。これね、結構面白いんですよ。この改札一つで往来できるんですね。右側が入場、左側が出ていく人、ここをクロスできるんです。今日はクロスできる人がいないので私一人であります。で、この改札の何がすごいかって言いますと、見てください、顔認証できるんです。通勤通学で定期を持っている方は顔パスできるんです。いわゆる手ぶらで入場できるわけです。大阪は東京と違い、女性専用車両は終日機能しています。僕は今鶴橋に到着しました。ここは焼肉屋さんが有名なエリアで、リトルコリアタウンと呼ばれています。ここで美味しいホルモン焼きがあるので、今から食べに行こうと思います。では行きましょう。